巨城の一つ月4受賞。ジルドレは、百年戦争期フランスの貴族、軍人。ブルターニュ地方南都の貴族、レダンシャク。フランス元帥。ギー・ニセイド・ラバルとマリー・ド・クランの息子で、父方の祖父は、ギー・ド・ラバル、母方の祖父は、ジャン・ド・クラン、曽祖父は、ピエール・ド・クラン。フランス王国軍司令官、ベルトラン・デュゲクランの総鉄ンにあたる。では、 所領の名前で、本名は、ジルド・モンモランシー・ラバルである。ジルドレは1405年頃、シャントセの城で生まれた。父の家系は、ブルターニュ地方に根を張る貴族であると同時に、代々安住領主に仕える家柄でもある。また父は、東園のレへの養子に入り、聖をラバルからレに改正して、所領を拡大した。 母の実家もブルターニュアンジューとの関係が深く、ジルはこの二つの家系が合体してできた、ロワール川とその支流のセーブルナンテーズ川双方に、またがる広い領土を受け継ぐことになるのである。しかし、母のクラン家には、問題人物が多い。筆頭が、ジルの曾祖,祖父にあたるペエールドクランで、アンジューコー一世の家臣であるにもかかわらず、四君が、 イタリア遠征に出陣するとその軍資金を横領したり、1392年にウルターニューコージャン4世にそそのかされ、フランス大元帥、オリビエド・クリッソンの暗殺未遂事件を起こすなど、筋金入りの悪党だった。息子でジルの祖父ジャン・ド・クランは、ギー2世ド・ラバルト・ヨーカとのトラブルで仲裁に乗り出し、解決の見返りに、娘、マリーをギーに嫁がせ、 二人の間に生まれたジルが領地をすべて相続できるように取り計らった。やがて祖父も悪行を重ね、強引で手段を選ばない、領土増加策を繰り返すことになり、それはジルにも大きな影響を与えていった。ジルは父がつけた家庭教師の下で順調に育つが、1415年始め11歳の時に母が死去。同年九月十八日、 父も狩猟中に、自己死して環境が一変。幼くして、両親を失い、父の遺言で禁じられていたにもかかわらず、弟ルネともども祖父に引き取られた。後見人となった祖父からは溺愛され、甘やかされて育ったと言われ、家庭教師をつけられず、父の遺言にあった、教育方針は祖父に無視され、放任されたと言われる。後に、ジルも、 裁判の証言で祖父の法人主義を認めている。祖父は領地を広げるためジルを政略結婚の手駒に使い、1417年と1419年に二度婚約、一度目のジャンヌ・ペインルの娘との婚約は、高等法院に認められず、二度目のベアトリス・ド・ロアンの娘との婚約は婚約者の死亡で挫折するが、1420年11月22日にジルを 近隣の領主の即女、カトリーヌ・ド・ト・アールと無理やり結婚させた。両家が、登園にあるため許可の複雑な手続きを嫌った祖父は、カトリーヌを誘拐してジルと強引に結ばせ、帰省事実を持たせた、略奪婚を実現させた。同年2月に、ブルーター入校ジャンゴー・セイがクリスソンの娘マルグリット・ラ・パンティ・エーブル家に誘拐され、ジャンゴー・セイの妻ジャンヌ・ド・フランスをはじめとするモンフォール家が、 ジャンゴ世の釈放を要求して、ブルターニュ中に非難が巻き起こると、祖父はモンホール家に味方して、パンティエーブル家と交戦した。7月にマルグリッドが降伏して、ジャンゴ世が釈放。ジルはこの紛争でウイジンを飾ったとする説があるが、具体的な資料は確認されていない。ジルも祖父のこうした行いを学び、1423年には姑トめ。 ベアトリスを誘拐して、セーブルナンテーズ川上流のティフォージュ・プゾージュの割上を要求、ベアトリスが拒否すると兵を差し向け占領する王国から事実確認の官僚が保険されても追い返すなどの悪用を重ねている。成長し軍人となると、1424年に宮廷入りを果たした。これは祖父のコネがあり、ブルターニュとフランスを結びつけようと奔走する。 フランス王シャルル七世のシュート名ヨランド・ドラゴンに協力した祖父の意向が働き、1425年にジャンゴ世がシャルル七世と同盟を結び、1427年に祖父はヨランドの長男のアンジュ公ルイ世の副司令官に任命、ジルも当園でシャルル七世の側近ジョルジュ・ドラトレモイユに徴用され、アンジュ軍を動員できる立場に出世、同年にウィジンを飾った。 1429年のオルレアン包囲戦で、ジャンヌ・ダルクに協力し、ライル、ジャン・ポトン・ド・ザントライユ、ジャン・ド・デューノは、アラン・ソンコー・コジャン・ニセイ、アンドレド、ラバル、アルティュール・ド・リッシュモンらと共に、パテへの戦いに参加して、戦争の終結に貢献し、旧国の英雄とも呼ばれた。はじめジルは、ラ・トレ・モイユに、ジャンヌの監視を命じられていたが、いつしか、 ジャンヌに感化され協力的になったと言われる。7月17日のシャルル7世のランス大聖堂の戴冠式に出席、元帥に劣勢られる名誉を与えられたが、ジャンヌとは9月のパリ包囲戦を最後に分かれ、以後ジルは所領に引き下がり目立った、軍事活動は行っていない。ジャンヌが捉えられたことで、ジルの心は次第に進んでいった。 領地に戻るとジルは時々ラトレモイユの命令で土地を奪ったり、1431年5月にイングランドに捕獲されたジャンヌの救出を試み、ルーアンを攻撃したり、1431年に関係が悪化したジャン五世とシャルル7世の仲立ちを祖父と一緒に行うなどしたが、主な活動として、ユミズのように財産を浪費し、錬金術に端でき、 財産目当てのフランソアプレラ・アティラ・サギ・シマガイの自称錬金術師が錬金術成功のために黒魔術を行うよう、そそのかしたことも加わり、手下を使って何百人とも言われる幼い少年たちを拉致、虐殺した。ジルは錬金術成功という、実利のためだけではなく、少年への領辱と虐殺に性的興奮を得ており、 それにより150人から1500人もの犠牲者が出たと伝えられている。一方、宮廷では、ラトレモイユとリッシュモン大元帥の主導権争いが激化、互いの所領を攻撃していたが、1432年にヨランドの鳥なしでは牧したのもつかの間、翌1433年にリッシュモンとヨランドがクーデターを起こしラトレモイユは失脚。 リッシュモンが宮廷を掌握して、対イングランド作戦を指揮することになる。ジルは清掃に関わっていなかったが、1432年に祖父が死去。続いて、ラトレモイユが追放されたことにより彼の立場は悪化。リッシュモン退党後は宮廷へ出資せず、浪費生活を送っては、資金繰りに休止借金を重ねていった。1434年9月から翌1435年8月に、 オルレアンで滞在、そこで、かつての栄光を振り返る行動に出た。マシクールに混流した、サンジノサン礼拝堂の建設費用負担と聖火隊、組織、劇団を招き入れオルレアン包囲戦を題材にした、劇の上演で費用を傾け、領地や城を片っ端から売却して品物も抵当に入れ、8月に、ようやくオルレアンを後にした。 こうした、ジルの浪費に不安を覚えた弟、ルネやかつての戦友で同族のアンドレド・ラバルラ、ラバル家はシャルル七世に願い出て、オルレアン滞在中の七月二日に、ジルを近地三者にして領地を売り払えないように承知した。だが、ジャン五世だけは、ブルターニュ領内にあるジルの領地差し押さえを狙い彼と、交渉して、買収工作を進め、そうはさせじとルネと、アンドレラ同族たちは、 ジャンゴセイと対立、1437年に、ラバル家は、アンジューコールネと結託して、ジルの故郷で巨城のシャントセを占領する。アンジューとブルターニュの全面衝突が近づく中、ジャンゴセイの弟であるリッシュモン大元帥が仲裁に、動き、1438年に紛争は収まったかに、見えたが、この頃に、少年虐殺が頻繁に行われた疑いがあり、 南東を中心とする地域で子供の行方不明事件が相次いで報告されている。また、ラバル家がシャントセを占領した際に子供たちの白骨が発見されたが、ジルの家臣に城を奪い返されそれらは処分されたという。1439年になるとジルは世間からほとんど忘れ去られ、ジャンヌを名乗る女性に若干の兵を与えたジャンゴセイと会見した他は、 少年誘拐の黒い噂が付きまとう以外に目立った活動はしていない。ジルドレの処刑を描いた絵1440年5月15日、所領をめぐる争いからサンテティエンヌ・ドメールイコール・モルトの聖職者を拉致、監禁したことから告発され捕らえられる。この領地は1438年にジルがジャンゴ星に売っていたが、ブルターニュから派遣された家臣が厳しく、 税を取り立てたことに憤慨したジルが暴挙に出たのだが、これはまさに、ジャンゴイの思う壺にはまった。ただちに家臣の南都市教京山堂マレストロワが、ジルの身辺調査に乗り出し、7月29日に告発状が交付され、9月15日に逮捕されたジルは、南都宗教裁判所へ出頭した。公開裁判では、すべてを告白し泣きながら懺悔し、 その場にいた人間たちに許しをこうた。このため10月26日に公主刑になり、死体が家計になった。家計の際にジルの魂が救われるよう、民衆が祈りを捧げたという。ただし、ジルの表伝の一部は、宗教裁判の真理において述べられたものであり、裁判官である司祭により、故意に誇張された一面があることも否定できない。また、 ジャンヌが異端として捕らえられ、火炙りになったことから精神を病んだのだとも言われる。ジルをけしかけ犯罪へ導いたフランソワ・プレラーティは、クロマ術への関与を認めたため終身刑に服したが、脱獄して、アンジューールネにうまく取り入り待ちの大官となった。しかし、1445年に捕らえられ、公式刑を執行された。他の共犯者は逃げ延びたとされるが、その足取りは定かでない。 裁判前、ジャンゴ星は、リッシュモン大元帥を通してシャルル7世の遺構を、探り裁判に介入されることを嫌ったが、リッシュモンから、その意図がないことを知らされ&、裁判後は、ブルターニュ領内のジルの領地を没収。一部は、感謝を込めて、リッシュモンに分け与えている。ジルの遺族は裁判後も生き延び、妻カトリーヌは、シャルトルの貴族と再婚、娘マリーは、ジルの遺産を受け継ぎ、 1444年にシャルル7世の側近でリッシュモン大元帥のハイカプレジャンドコアティビーと結婚。コアティビーは領地保全に全力を尽くし、ブルター入領内の医療は没収されたが、その他の土地は守り抜いた。だが、1450年にコアティビーがノルマンディで戦死するとマリーは彼の親族との遺産相続争いに巻き込まれ、完全に領土を取り戻せなかった。 1451年にアンドレ・ドラバルと再婚したが、1457年に子供がないまま死去、医療はオジルネに受け継がれた。ルネはブルターニュに対し所領返還訴訟を起こしたが決着がつかず1473年に死去、以後の刑符ははっきりしない。ジルは後にペローの童話に登場する殺人オ青ゲのモデルとなったと言われている。ありがとうございます。